筒井淳慶は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名。特度して淳慶と称する前は、はじめ藤正る、後に、藤政と名乗っていた。山和筒井城主、後に、山和国軍山城主。実績については、多門院日記につまびらかに記述されている。山和国の戦国大名、筒井淳昭の子として生まれた。筒井氏は、 幸福寺一条院に属する有力衆都が武士化し、父親、淳章の第二は、大和最大の武士団となり、筒井城を拠点に、戦国大名化していた。母は、山田道安の娘、大型伝。天文19年、父が28歳で病死したため、叔父の筒井淳正の貢献のもと、2歳で家督を継ぐこととなる。当時の大和は、大和四と呼ばれる おち氏、はしおし、といや総兵を擁した、幸福寺の勢力が強くしご職の存在しない国であったが、A62 年から三好長兄の長身である松永久秀が信仰し、A65 年には筒井氏と協力関係にあった十支援勝ちが久秀の軍門に下るなど、筒井氏にとって厳しい情勢にあった。さらに A67 年には、お父の純正は死去してしまう。 翌永六八年八月、三好三人衆と松永久道の軍勢が将軍、足利義輝を殺害したが、十一月十六日、松永久秀と三好三人衆は決裂してしまう。松永久秀は急遽、後ろ盾をなくした、純慶の基盤が揺らいでいるところに奇襲を仕掛け、同十一月十八日、純慶は居城、筒井城を追われている。この時、 橋尾高春、高田あたり二郎といった貴下の勢力が純慶から離れている。巨城を追われた純慶は一族の伏せ左共進のいる伏せ城に逃走した。一部の資料は河地国へ逃れたと伝えるが、あまり信憑性はないと言われている。後に純慶は伏せ氏の下で力を蓄え、離反した高田氏の巨城である高田城を攻撃している。 A69 年になると、淳慶は松永軍に対する反撃を開始する。淳慶は、三好三人衆と結託し、筒井城の奪還を起きとする。4月11日から21日にかけて、両軍の間で戦闘が行われ、身の少女を孤立させて降伏させている。淳慶と三人衆は筒井城へ迫った。対して5月19日、久秀では、大和を通過し、 河内に赴いて、同盟関係であった畠山氏、湯さ氏と交流、堺で三好義継と久秀との間で戦闘が起こった。淳慶はこの間に、筒井城の奪還を計画し、筒井城周囲に設置された松永の陣所を焼き払うなどをした。久秀は、筒井城の救援には向かえず、友のとや、園児屋に圧戦させて、和睦を結び、5月30日に姿を消した。 周囲の陣を焼き払い、外堀を埋めた純慶は、本格的に城の奪還に、着手、6月8日、ついに城の奪還を果たした。純慶が、筒井城を奪還できた背景には、淡美義家の重臣、篠原長房の進軍によって、久秀の足場が揺らぎ、筒井城に軍勢を差し向けられる余裕がなかったことが、指摘されている。筒井城を奪還した純慶は、 春日大社に参詣した。この時、総建大僧地を開始として徳義富士生から要春、某淳慶と改名した。翌永6 0年には再び三人衆や篠原、長房と結んで、奈良の大仏殿を占拠し要塞化して、多門城の久秀と対峙した。10月10日、久秀軍が東大寺に打ち入り決戦し大仏殿が、久秀軍の陛下の残り火の失火で焼け落ちるが、 久秀側が勝つこととなる。この頃、織田信長の台頭が見られ、A611 年には、足利義明を放じて、上落、三次二州は信長に抵抗して9月に、紀内から駆逐され、足利義秀も上落できないまま休止し、義明が15代将軍に擁立され、紀内は信長に平定された。松永久秀は、A69 年には、織田信長、 足利義明と義美を通じていたが、対する潤慶は、久秀の打倒に専念するあまり、情報収集が遅滞した。劣勢の潤慶を見限り、姿備前神などの家臣が潤慶から離反し七条を焼き打ちしている。そして、松永久秀は、幕府の直進となり、山と一国を切り取り次第とされた。久秀は、氷山辰巳州を統率して、筒井城に迫り、 淳慶は、叔父の福住信弘の下へと落ち伸びた。10月10日には、信長の応援軍の佐久間信盛、細川藤高の二万柄愛軍し、両軍で大和を制圧し始める。福従城にいた淳慶だが、元気元年に重支援がちの死によって、内交を生じた重四城を攻め落とし、さらに、松永方の城となっていた久保の少城を奪回し、椿尾上城を築城するなど、 久秀と渡り合うための準備をしていた。一方、久秀は、同年12月には、三好三人衆や、阿波三好家とは僕を成立させ、純慶と三人衆による、共闘体制は瓦解してしまう。翌元気2年5月になると、松永久秀は、足利義明法の畑山明高や和田これ正と、申し合わせて期待を加立てたとして、自らの指揮下にあった、安をさせ、 その巨城、片野城を攻めている。これにこうして三人衆も、畠山明高の守る高谷城を攻め、翌月には、三好義継もそこに加わった。さらに七月には久秀では、義継や三好町一と共に、和田これの巨城、高月城を攻めた。これに対し、足利義明は、筒井純慶に接近し、同年六月、九条家の娘を養女として、 純慶に突がせている。純慶は井戸義弘に命令して、辰野一条追記に着手、7月3日に完成した道場は松永攻略の共闘補となった。城の着工が迅速に行われた背景には、純慶を支持する地元の人々の経済的な支援があったと考えられる。勢いに乗った松永久秀、久道府市、三吉義継らの連合軍は、 8月4日には、辰野市城に迫り、大規模な合戦に及んだ。しかし淳慶は、これを迎え撃ち、松永軍に被害を与え、久秀の老いや、重臣の竹内秀勝らを討ち取り首500を上げた。敗戦した久秀は、筒井城を放棄し、淳慶は再び筒井城を奪還することに成功した。筒井城の奪還によって、 死ぎ山城と多門山城をつなぐ経路が分断され、久秀は劣勢に立たされることとなった。元気2年10月25日、淳慶は明智光秀の圧戦をもって、信長に侵入し、久秀も佐久間信盛を通じて、信長に侵入したので、同年11月1日に、光秀、信盛の仲介で淳慶と久秀は和睦したと言われる。やがて久秀は同じく、 信長と対立するようになった、将軍、足利義明などと結託するが、純慶は北高寺城に久秀、久道府市を招待して、猿楽を催すなど、表面上はしばらく円滑な関係が続いたとされる。元気3年4月、三好義継は久秀らと共に、片野城を再度行為し、信長は軍勢を送りそれを救援した。これにより、 久秀と信長の関係は破綻し、以後、織田方の純慶と、松永久秀は、衝突を繰り返していく。この年の12月には、武田信玄が、三方ヶ原の戦いで、織田、徳川連合軍を破って信長との対立を、決定的にし、翌元気4年2月には、足利義明も、信長を敵として挙兵するなど、信長や、それに組みする純慶は劣勢に陥った。 しかし、同年4月には、武田信玄が病死し、7月に、吉明が、牧島城の戦いで、信長に敗れて、京都を追放され、それをかくまった、三好義次も11月に、信長に討伐されると、12月、松永久でも、多門山城を取り巻かれ、和議を申し込み、道場を明け渡す条件で降伏した。12月26日、多門山城は開城された。 よく天正2年正月、久秀は岐阜城に施行しており、同じ月に、淳慶も岐阜を訪れ織田信長に拝越し、3月23日、信長の心中に再始その証として、母親を人質として差し出している。その後、淳慶は信長参加で参戦する。天正3年2月27日、信長の娘か妹を妻に迎える。同年3月に、 原田直政が、山和死後に任命されると、そのより期となり、同年5月の長篠の戦いで、信長に、鉄砲隊50人を教室、同年8月の越前一行一騎攻略にも、原田直政が率いる山和軍勢総員のうちの隊で参戦した。だが、原田は天正4年5月3日、石山本願寺戦の水戸寺取り攻めで戦死する。同年5月10日、信長により、 明智光秀と、まみ千地よが使者となり、山と一国一縁、筒井淳慶存寺として、山と国支配を任される。同時期に、明智光秀のより木となる。5月22日には、人質として差し出していた、淳慶の母が帰国した。母の帰国を許可されたことの返礼も兼ねて、淳慶は築城中であった、安土城を訪問、信長に拝謁し、立ちにぶりに書き、 布などを献上し、信長からはちりめんや馬を賜っている。5月30日、光秀が石山本願寺戦の陣地内で重病となり、一条院で某州七人に寄祷させている。天正5年、淳慶は他の諸将と共に最下位期の反乱を鎮圧した。同年、久秀が信長に対して反旗を翻すと、杉山城攻めの戦法を務めている。 手始めに、片岡城を陥落させ、続いて、茂山城へ総攻撃が行われた。10月10日、ついに城は陥落、久秀夫氏は切腹、または焼死した。茂山城陥落については、純慶が本願寺の援軍と称して潜入させた。手勢が内部から切り崩しを行い、落城に貢献したと、大和軍旗は伝えている。また、山戸鹿は、 久秀の遺骸を純慶が回収し、ダルマ寺に手厚く葬ったと記述している。和諸将軍殿にも、久秀の遺骸が、ダルマ寺に葬られた旨の記述があるが、ここでは、久秀の遺骸を回収し、葬った人物は、入江大五郎と書かれている。久秀不子の滅亡もあって、天正六年に、山和平定が果たされた。同年、信長の命令により、竜王山次郎を破却している。 同年4月、張馬攻めに参戦し、6月には、寒気寄り定が牢城する寒気城を攻撃している。帰国後の10月には、石山本願寺に降た、吉野の一行首都を制圧し、天正7年には、信長に反逆した荒木村重がこもる有岡城攻めに参加した。天正8年、巨城を筒井城から郡山城へ移転する計画を立てていたところに、 8月に、信長より本城とする城以外の城の破却を促す命令が出る。純慶は、筒井城をはじめ市場を破却し、築城した郡山城に移転した。筒井城から郡山城へ拠点を移した根拠としては、筒井城が低地にあり、水害の影響を被りやすかったという問題があった。同年9月8日、信長が山と一帯の差出検地を純慶に命じ、 12月まで、明智光秀と、滝川和正が武行として派遣されて実行している。これに伴い、10月28日に改住、岡谷次郎、大仏区、高田あたり次郎など、かつて、松永久秀に追従していた筒井屋配下の人物たちが、信長に一度離反したとがで、明智光秀らの主導で処断された。11月7日付、国中一円。 筒井存寺の信長主院上で正式に、山と一国が任され、郡山城入城が言い渡される。翌天正9年6月3日、かねてより確執があった、八きた演習を郡山城で暴殺し、6月15日にその領地を与えられている。同年の天正伊賀の乱では、他の武将とともに、織田信夫に属し、9月3日に、山とから以外と進行。 三千七百の手勢を指揮し、ガモウジサトと共に、肘さんの裾野に布陣するが、伊賀州の野州を受け、半数の兵士を失っている。この時、伊賀の地理に精通していた、菊川清志九郎という家臣が純慶の窮地を救ったと言われる。その経緯については、イラン記が描写している。天正十年六月二日、明智光秀が信長を討ち取った。 本能寺の変が起こった。純慶は、福住信広、伏せ平らり地寺明寺羅国、橋尾高春、島、清京、松倉重信ら一族、重臣を招集して、表場を行った。光秀は純慶が寄力で信長の参加に入る、際の仲介者で、遠赤関係にもあり、部変の多い織田軍団としては、数少ない教養人同士として、友人関係にもあった。 そのため、三秀からは変の後に味方になるよう誘われた。純慶は、辰の市近隣まで派兵して、陣を敷いたが、積極的には動かなかった。だが、消極的ながらも大海に兵を出して、三秀に協力した。その後も表情を重ね、一度川地国へ軍を差し向ける、方針を立てたが、結局は食料を備蓄させて牢上する動きを見せた。6月10日には、 生死を書かせて、橋場秀吉への教順を決意した。同日、光秀の活臣藤田伝五郎が淳慶に、光秀への火星を促すよう郡山城を訪れたが、淳慶はこれを追い返している。6月11日には、淳慶が郡山で切腹したという風文をはじめ、流言飛語が流れた。光秀は、よりきで親密な関係にあった淳慶の火星を期待して、 河内国を抑えるため、ホラガ峠に婦人し、淳慶の同性を見守ったが、淳慶は政官の態度を貫徹した。ホラガ峠への婦人は、淳慶への牽制、威嚇であったとも解釈されている。なお淳慶がホラガ峠に婦人したということについては、良質の資料では全く確認することができない。大鼓器のような俗書でも光秀が婦人して、淳慶を待ったと書かれている。 増発追跡には、淳慶は、島左近の勧めで、ほらが峠に婦人したと書かれているが、この本は、五竜十万の悪本であり、この説は誤りである。ただ日和美見淳慶という言葉は相当古くからあった、ようで、それは、この際における、淳慶の態度を表現している。結局、光秀は6月13日に、山崎での戦闘の敗走時に、落ちむしゃがりに打たれる。 光秀は無本に際し、自らのより木的立場にある近畿地区の織田大名たちが味方してくれることを期待していたが、このうち18万国の淳慶と12万国の細川、雄才が味方しなかったことは、その兵力の大きさで致命傷となった。6月14日、淳慶は大和を出発して京都大悟に向い、橋場秀吉に拝越した。この際、秀吉は、 純慶の遅い参陣を叱責した。秀吉の叱責によって純慶が体調を崩し、その話が奈良一円に伝播して人々を焦燥させた。6月27日、織田家の後継者を選別する清ス会議が実施され、純慶は他の一般武将たちと共に待機している。7月11日には、秀吉への心中の証として、養子定じを人質として差し出している。 光秀四後は、秀吉の家臣となり、大和の所領を安堵された。天正十二年頃から異通を訴え床に伏していたが、小牧、長久手の戦いに際して、出陣を促され、病気をして、伊勢、美濃へ転戦。大和に帰還してほどなく三十六歳で病死した。筒家は定地が継いだ。純慶の重臣だった、島佐根は、純慶の死後、 後を継いだサダジとうまくいかず筒井家を離れたが、後に、石田三成の家臣となり関ヶ原の戦いに参加した。天正13年ウルー8月18日、筒井家は、淳慶亡き後秀吉に、伊賀上野に20万国で転望された。徳川方の上杉討伐に動員されたが、上野城が攻められ、留守番役の筒井原派城が戦わず解場して、 蓄転した後の報告で引き返した。そのため、城は取り返したが、関ヶ原の戦いには参戦できず、戦後の画像を受けることはなかった。その後も定時は、豊臣秀頼に年賀の挨拶に参上するなどしたため、内中が徳川派と豊臣派とで分裂し争うこととなった。慶長11年12月23日。 上野城が火災で離災し、その復興問題から両派による抗争が再燃した。慶長十三年、筒井や重心の中坊修介が家康に、死君、貞治の悪性や鹿狩りでの検体などを訴えたため、改役となり、貞治と着手の巡定は、道の食いは北平藩預かりで幽閉となった。その後、貞治は、慶長二十年三月五日に切腹させられて、 つつ家えは絶景した。機内の洋少で、豊臣家に対する、抑えの意が上のに、豊臣との間で曖昧な定時を置く危険性と、定時自体への不信があったとされる。純慶は、茶の湯、洋曲、華道など文化面に引い出た、教養人であり、自身がそうでもあった関係で、仏教への信仰も厚く山との寺院を手厚く保護したとも言われている。ただし、天正八年には、 鉄砲中造のために釣り金を没収したり、幸福寺の自僧の処罰を命じられたりと、信長政権下では必ずしも自社の保護ばかりを行っているわけではない。大名家としては滅亡したが、現在も純慶の冒険子孫と伝えられている家は少なくない。純慶の養子で位喜びの弟の純妻は徳川家康に仕え旗本宣告となり、加盟は幕末まで続いた。 幕末に日露は新条約の交渉を行った筒井正則が末裔にいる。山口県文書館所蔵の元市営文庫の中に純慶の没後に生まれた実施が存在したという記述があるが史実とは認めがたい。ありがとうございます。